フタル酸、ベンジルブチルは、フタル酸とベンジルアルコール、ブタノールのエステルである。化学式 C19H20O4 で表される、無色の液体である。主にポリ塩化ビニルの過素材として用いられた。毒性があるとみなされている。BBP は、床タイルによく使われる、ビニルフォームの過素材として普通に使われた。その他の用途は、食品工場のコンベアベルト、 道路標識用のコーン、合成比較である。BBP は欧州科学局によって有毒であると分類されているため、ヨーロッパでの使用は急速に減少している。2008年、4つの BBP 販売業者がカルテルに参加したことで、ベルギー競争評議会から制裁を受けた。BBP はジエステルである。BBP は2つのエステル結合を含むため、 様々な化学経路で反応することができる。両方のカルボニル元の炭素は弱い吸電子性なので強い吸覚性物質による攻撃のターゲットになる。カルボニル C 原子ターゲットに加えて CH 結合が含まれているが H 原子は弱酸性であるため強塩基による脱プロトン化の影響を受けやすくなっている。BBP は酸性または塩基性条件下で 加水分解される。酸性条件下での加水分解は、フィッシャーエステル合成反応の逆反応である。一方、塩基性条件下での加水分解派遣化によって行われる。BBP には2つのエステル結合が含まれているため、化学選択的反応を行うことは困難である。塩基性条件下では BBP を堅化することができる。 pbp の喧嘩下は3 6 0ラム高 g である。カルボキシルごとのもるあたりの量は比較的大きい。このため比較的喧嘩されにくい。n ブタノールを脳硫酸で脱水して一部点とし、それが無水フタル酸と反応してフタル酸 n ブチルとなる。無水フタル酸は一ブタノールと直接反応して同じ中間体を生成するが、 さらなる反応で、かなりの量のフタル酸ジブチルが生成する。一部点を使用すると、この副反応を避けられる。フタル酸、モノブチルを単理し、炭酸カリウムの存在下で、中カベンジルのアセートン溶液を加えるそこから、BBB を分離できる。200人のボランティアを対象とした、パッチテストでは、一時刺激、または監査反応は見られなかった。しかし、 BBP が体に取り込まれると、毒性作用を及ぼす可能性がある。ラットについて LD50 は2から2 0グラムである。PVC 加工業界の労働者は、一般市民よりも高いレベルの BBP にさらされているため、健康への悪影響を経験するリスクが高くなっている。労働者では呼吸器系、または 末梢神経経営の影響は観察されていない。しかし、彼らの尿中から、わずかに高いレベルの BBP 代謝物が見出された。しかし、BBP への長期の職業的暴露は、多発性骨髄腫種のリスクを大幅に増加させる。子供はおそらく成人よりも高いレベルの BBP に、さらされている。子供は、化学物質への暴露に対して脆弱なグループを形成するため、 PBP 暴露の影響を評価するための研究が行われてきた。PVC フローリングは生後2年間の期間初閉塞のリスクの大幅な増加と中学前の年齢の子供における健康発達地帯の発症に関連している。PBP はまた都市部に住む子供たちの気動炎症と積極的に関連している。さらに、 ハウスダストに由来する BBP への出生前の曝露が小児失神のリスクに影響を与えることを示唆する証拠がある。フタルサンエステル類とその代謝物が胎児に到達する正確なメカニズムは不明なままである。しかし、これらの化学物質は胎児に到達できるらしいので、胎児の健康と発達に影響を与えると考えられている。 胎児の発育に対する出生前暴露の影響を確立するにはさらなる研究が必要である。人に対する BBP の生殖への影響について行われた研究はわずかだが結果は決定的ではない。NTP サールによると暴露された男性の生殖への悪影響はごくわずかである。しかしある研究では性液の質の変化と BBP の主要代謝物であるフタル酸、モノブチルへの暴露との間に関連性があることが分かった。人に対する BBP の再帰制効果に関する研究は行われていない。しかし、多くの研究が動物で行われてきた。ラットにおける高レベルの BBP への出生前、暴露は胎児の体重を低下、胎児の帰形の発生率の増加、着床後の喪失、さらには、 肺の死滅につながる可能性がある。ラット体事で観察された正確な再起形成効果は発育中の曝露期間に関連しているらしい。妊娠前半の BBP への曝露は肺知死につながり、後半の曝露は帰形減性へつながる。2世代の研究でオスの子孫は精巣に肉眼的及び顕微鏡的変化があり、生死産生の低下に加えて、 血清テストステロン濃度が低下していることが分かった。さらに、性能重量の減少が観察されている。これらの結果は、受体能力への明らかな悪影響を示している。BBP 暴露の悪影響を解明するために、動物で多くの研究が行われてきた。ラットでの長期の BBP 暴露は、体重の減少、肝臓と腎臓の重量の増加、及び発がん性につながる。 ユーラットでは、水臓腫瘍の発生率が増加したが、メスラットでは、水臓腫瘍と膀胱腫瘍の両方の発生率が増加した。BBP は発がん性に関連しているが、研究によると BBP は遺伝子毒性ではない。BBP は、他の低分子量フタルサンエステルと同様に、水性生物に対して毒性がある。これには、セレノストラムカプリコーニュタムなどの、 単細胞炭水力層が含まれる。BBP は D マグナのような炭水無脊椎動物に対しても毒性があることが示されている。これらの生物の場合、毒性効果は高分子量フタル酸エステルと比べて比較的高い BBP の水溶性と相関している。BBP は海水無脊椎動物に大きな影響を与える。マシッドシュリンプでの実験は BBP がこれらの生物に対して急性毒性があることを示している。魚種の中で淡水魚のブルーキルは BBP の影響を受けていることが示された。さらに海水魚パラフリズベットルスでは急速な知識効果が観察されている。ありがとうございます。